今年はここまで開幕戦の8位が最高です。得意の高速サーキットで思い切って今日は力を発揮してほしい。さあフランスグランプリスタート体制が整いました。革命200年で盛り上がるフランス、ポールポジションのプロストが地元フランスの熱い声援をいっぱいに受けて今スタートを切りました。さあタイトな第1コーナーに殺到する25台のマシンです。さあセラが素晴らしいスタートを切りました。さあ中島もスタートを切っていますが、さあセラが早くも第1コーナーを取ってくれた。すごいクラッシュ、グージェルミンが跳ね飛ばされました。第1コーナーですごいクラッシュです。グージェルミンの車が跳ね飛ばされました。さあこれはそして第1コーナーが止まっているマシンが何台もいますが、さあグージェルミンのマシンが第1コーナーで空中に跳ね飛ばされて裏返しになりました。セラプロスト、おっと火を吹いていますが、いや消火器がかけられます。グージェルミンは脱出しそうですね。ああ、脱出しました。自分で立ち上がりました。グージェルミンは今脱出に成功しました。さあオフィシャルは今赤旗を出しました。お母さん、はい、赤旗です。赤旗が出されます。分かりました、はい、ピットレポートの永田さんから今、赤旗という報告がありましたが、今赤旗が振られました。そしてこのブラックフラッグ、赤旗が出ていることを知らせるブラックフラッグ。ああ、いやー今宮さん、1コーナーはね、ここは本当にキュッと右に曲がり込む、はい、狭いところですからね。さあスローモーション、さあもうここでグージェルミンが思い切っていいですね。そしてベルがマンセルのリアに乗り込んでる、はい、その後ろはもう大パニックですね。いやしかしちょっと今井さん、レースはちょっと強引な感じもありますね。グージェルミン、まあね、はい、ここで少しでも前出たいですからね。思い切ってしかも今聞いたでしょう、はいね、まあ、うちに2台が3台マシンがいたし、ここはねもう接触の名所ですからね。スタート直後のフランス GP1 コーナーはね、はい、さあ赤旗が振られましてレースは中断、またスタートやり直していくことになるわけなんですが、これはちょっと時間がかかると思いますよ。そうですね、はい、はい、そして今、グリッドにはポールプチスターのアラン・プロスト、あるいはセラがもうすでに戻ってきていますが、ご覧のようにピットロードも、はい、長さん、もちろん再スタートということでもう一度、権利があるわけですね、そのために、2人のドライバー、グージルミンとそして、パトレーゼのマシン、今スペアカーが用意されています、はい、いや森脇さん、はい、しかしあのタイトなコーナーで、まあ、今シーズンは開幕戦からいろいろあるんですが ね、ただここはですね、1コーナーに飛び込む速度がかなり速いんですよね、はい、で急ブレーキになって右に曲がるんですね、ですからもう本当に先陣争いとしては、先ほど今宮さんがおっしゃいましたけど本当に事故の多い第1コーナーですね、うん、そうですね、まあ、去年 あのドライバーズミーティングはですね、1コーナーが危ないんで特に注意しろということで、はい、ラフプレーはね、かなりドライバーズミーティングで言われてたんですよね、今画面に映ってるのはこのアルヌですね。アルヌの車ですね、はい、あこれも今クレーンで排除されますが、マンセルですね、マンセルが、はい、止まってます。マンセルはリアウィングすっ飛ばしてますね、乗っかっちゃいましたからね、はい、そうですね、はい、まあ、そしてグージェルミンがですね跳ね上がった時に、あの頭から落ちましたよね。はい、さあご覧ください、いいですか、右のちょっとブレーキをロックさせて突っ込んでくるのがグージェルミン、あ追突ですねこれね。ですからブレーキングでバランスをちょっと崩しかけてますよね。そうですね、はい、ちょっと車が右に取られながらという感じですね、それで思わぬ方向にバランス崩れたんで追突しちゃったっていう感じですよね。ブーツェンに追突してた、はい、ね、岡さん、はい、今パトレーゼ帰ってきました、走って、はい、はい、これでスペアマシンが間に合えばグリッドにつけるはずです。わかりました、今作業中です、はい、まあ、あのパトレーゼはですね、スターティンググリッドにつく前に、まあ、エンジンがおかしくなって、コースアウトしました。それでもうこのレースはダメだっていうね、あのジェスチャーでね、すごい悔しがってたんだけど、はい、まあ、パトレーゼにはもう一つチャンスが訪れたことになりますね、結果的にね、はい、フランスグランプリスタート直後の第1コーナーで、クラッシュがありました、まだピット、そして、サーキット上も混乱していますが、赤旗レースは中断、レースは改めてスタートが切られます。 S1 グランプリ in France